今回も私たちのおすすめのアイテムをご紹介させていただきます、はいはい、じゃあまずはるさんから、はいはい、じゃあ私ですね、今回おすすめさせていただきたいのが今トップスに着ているアイテムですね。実はこれニットにブラウスを合わせているコーディネートをしているんですけれども、こちらがニッティットプローバー1というアイテムになりまして、で中にバンドスリーブブラウスという袖なしのブラウスを着用しています。はい、なので、中のバンドスリーブブラウスからまずご紹介させていただきます。こちらですね、はいはい、こちらのバンドスリーブブラウスの特徴が、はい、こちらの袖ですね、はい、バンドスリーブというのがこういった細いお袖がのことを指していまして、はい、この小さいんですけどこの部分があるかないかでかなり本当に、はい、変わってきますね、はい、この肩の部分とか脇の部分をこう、ね、隠してくれるようなちょっとお肉とか気になる方もいらっしゃると思うので、はいはい、なのですごくさらっとしてて使いやすいアイテムになっていますね。身幅もかなり実は、はいはい、ゆったりとギャザーがたっぷり入っているのでゆったりとしたものになっています。はい、はい、で後ろも、はい、後ろもこういった感じで、はい、ちょっと見えますか、紐が、はい、ついているんですね。なのでバックスタイルもすごく可愛らしいアイテムになっています。はい、はい、で次が私が上に着ているのがニッティットプローバー1というアイテムになるんですけれども、はいはい、こちらが麻の素材を使ったニットのTシャツのような感じのものになっています。で私が今着ているのがこの何もここら辺に装飾を施していないタイプのものになって、今アミさんが持ってくれているのがです、ね、はいはい、スパンコールなど刺繍を施したアイテムも今回特別にご用意させていただいてまして、はいはい、2種類ございます、はいはい、でこのバンドスリーブにこういったニットを合わせるコーディネートが大好きなうちのスタッフがいるんですけれども、はい、今回ぜひ着てみてほしいと言われて着用してみたんですけど、本当にでもこれは着心地が良くて、このニットの麻の素材もすごくサラサラとしてますし、でこの下からちょっとギャザーがこう入って、はい、シルエットもすごく可愛らしいのですごくおすすめです。はい、今私はこうパンツスタイルで合わせているんですけれども、例えばこういったワンピース、はいはい、こちらのワンピースがこちらピンタックドレスというアイテムで、こっちがキャミソールドレスというアイテムになっています。これがすごく軽やかな素材を使っていて、ギャザーが裾に向かってこう広がっているの で、ね、はい、こういったアイテムともすごく相性がいいです。はい、実際合わせていただくとこんな感じでいいですね。ここに切り替えのこうポイントが来て、すごくこう何ですか、縦長のシルエットで綺麗に見せてくれます。はい、ブラック同士で合わせていただいてもすごくかっこよく綺麗に着ていただけますね。はい、はい、すごい可愛いです。おすすめです。はい、はい、で次じゃあ亜美さんのコーディネートに、はい、紹介させていただきます。はい、今回私はロングスカートとあとスリッポンブラウスを合わせました、はいはい、かなりシンプルなコーディネートではあるんですけど、すごくブラウスが特に可愛くて、襟の部分に紐がついてるブラウスになります。いいですね、こちらですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、こちらはこう少し開けて軽く縛っていただくと、なんていうんですかね、ちょっとチョーカーみたいな感じで、はい、感じで、うん、お使いいただける、はい、着ていただけるものになります。で結構ボタンをこう締めていただくとクラシカルの印象に結構清楚な感じですね、はい、になって、でこう少し肩を落としていただくとこうエレガントでフェミニーな印象になります。はい、すごく後ろも綺麗で、はい、脇も綺麗で、こんな感じで、はい、すごく身幅というかボリュームもしっかりあるブラウスなんですけど、素材がレーヨンベースにこうシルクを混ぜたものなので、こう落ち感が本当に綺麗なものになってます。はい、私結構肩幅がしっかりとしていて広いので、こうなんか着るブラウスによってはすごく気になるものが多いんですけど、このブラウスだと全然気にならずにさらっと着れますね。はい、でロングスカートもすごく可愛くて、今回麻のかなり薄手の素材でお作りしてるんですけど、はい、こう
しっかり裏地がついているので透け感も気にならずにこうさらっと履いていただけます、はい、でウエストもゴムなので、ね、すごくです、ね、夏もこうさらっと爽やかに着ていただけますね、はい、着れますね。上をバッと出してこうゆるゆるっていうんですかねのコーディネートもすごく可愛いと思うんですけど、こう前を少し入れるだけでもなんかこう切り替えができてすごく綺麗なシルエットになります、はいはい、でこちらあの今回こうエレガントな感じのイメージでコーディネートしたんですけど、ボトムをあのテーパードパンツに変えると結構かっこよく着ていただけますね、はい、こんな感じで今回のスプレーグリーンがすごく綺麗なので白との相性もすごく良くて、こうですね合わせるとまたすごく素敵ですね、かっこよく、はい、着れますね。ちょっと裾に向かってテーパードしてるので、はい、このブラウスともすごく相性が、はい、いいですね、はい、うん、